ルイ・ジョゼフ・ド・ブルボンは、ブルボン朝フランスの貴族、軍人、ボーフォール校、バンドオム公。大同盟戦争、スペイン継承戦争において司令官を務めた。バンドオム公ルイ2世と、ロールマン・シーニの長男として、パリで生まれた。オーストリアの司令官プリンツ・オイゲンは、母方の重邸にあたる。1669年に、叔父のボーフォール校フランソワが、 オスマン帝国との戦争で、戦死、ついで父が亡くなり、ボーホール公くらいとバンドーム公位を継承したが、幼少のため母方のおばのマリアアンナ・マンチーニに養育された。18歳で軍へ入り、すぐに、仏乱戦争で頭角を現し、1688年には、陸軍中将となった。大同盟戦争のステーン・ケルケの戦いでは、リュクサンブール公、フランソワの下で、 マルサリーアの戦いでは、ニコラ・カティナの下で遺災を放った。1695年には、カタルーニャにおける、司令官を任せられ、1697年に、バルセロナを攻略、直後に、フランス元帥となった。スペイン継承戦争序盤の1702年、フランスは、カティナとビルラワ港を相次いで、イタリアに派遣したが、いずれもプリンツオイゲン率いるオーストリア軍の前に、 敗れ、バンドームが、イタリア戦線の指揮を命じられた。1702年8月15日のルッツァーラの戦いで、オイゲンに大敗したが、1704年から構成に出て、巻き返し、1705年8月16日、カッサーノの戦いで、オイゲンに勝利した。翌1706年4月19日、オイゲンがウィーンに滞在中の隙をついて、カルチナートの戦いでも勝利したが、 ラミーの戦いで、ビルロアが、イギリス軍司令官初代マールバラ公爵ジョン・チャーチルに、大敗、戦線を修復すべく8月にビルロアに代わって、フランドルへ送られた。イタリア戦線には後任に、マルサント・オルレアン号フィリップ2世が派遣されたが、9月7日のトリノの戦いで、オイゲンに敗北して、フランス軍はイタリアから駆逐された。フランドルへ移動してからは、 南ネーデルラントを戦場にして、同盟軍と戦ったが、主君のフランス王ルイ14世が、孫のブルゴーニュルイを指揮官として、ネーデルラントへ送り出すと、ブルゴーニュ公と意見が、対立。1708年のアウデナールでの戦いでは、マールバラ公、オイゲン率いる同盟軍と交戦、ブルゴーニュ公の援軍がないことが一因で、大敗してしまった。ール包囲戦では、ブルゴーニュ公 ベリック公ともに包囲軍の補給路を断ったが、ベリックとも仲互いして離脱された上、リールが同盟軍に落とされるとヘント防衛から引き上げさせられ、帰国後はブルゴーニュコとの対立が王を引いて指揮権も取り上げられてしまった。その後軍部にうんざりして所領を引退したが、1710年にスペインをフェリペ5世から召喚されて、 スペイン軍の指揮を取ることとなり、グリーンウェガの戦い、ビジャビシオ王座の戦いで勝利を重ねた。戦争終結前の1712年6月11日に、ビナロスで急死し、エルエスコリアル修道院へ埋葬された。死の2年前に結婚した妻、マリーアンヌとの間に子がなく、バンドオム行為は、弟のフィリップが継承した。ありがとうございます。